ベリー餅かき氷パート2。ケルビンは店員が問いかけてくるとは思っていなかった。いえ、ただ言葉を止めた彼女は氷菓子への探求心が他者と交流することへの恐怖を上回り、わずかにためらった後こう続ける。ネットでこのかき氷が絶賛されているのを見ました。でも味の調和が少し取れていないような気がして。店員は笑みを凍りつかせケルビンに言葉を返した。お客様、これは当店の看板商品なのですよ。その繊細な味わいといくつも楽しめる食感から大きな注目を集めております。多くのグルメ評論家の方々も試食しにいらっしゃいましたし、例外なく絶賛されているのです。店員の声は小さくなかったため、隣のテーブルにいた客にも2人の会話が聞こえていた。あなた、料理のこと全然わからないんじゃない？このかき氷はこんなに美味しいのに、この後味、食感、氷で舌が冷やされた後の味覚の喜び、美食家の言葉と全く同じ体験ができるんだから、料理がわからないならバカなこと言わないで。その客は眉を潜めてケルビンを睨み、傲慢に自分の意見を述べるとスプーンで一さじすくって楽しげな表情で口に入れる。ケルビンは慌てて手を横に振りながら説明した。いえ、味について適当なことを言うつもりはありません。普通の人の舌は低温の料理に対してそれほど敏感じゃないからかもしれませんが、私にはわかります。これはもう少し調整すれば。はいはい、わかったわかった。自分の味覚が特別鋭くて美食家よりすごいって言いたいんでしょう。この会話は他の客の注目を集め、別のテーブルの客まで会話に加わった。有名人がいるからってわざと逆張りして注目を集めようとしてるんじゃない？ありきたりでバカバカしい手段だね。私は昔から大好きな美食家の先生のおすすめでここに来たんだ。彼の勧めるものはどれもこの世で最も美味しいものばかりだぞ。彼は美食家の家系だけど、お嬢さんは彼よりすごいというのか？それに見てよ、この内装に綺麗な食器、高級レストランみたいな雰囲気よね。そうよ、サービスだって高級レストランでしか受けられないようなものなんだから、貴族をもてなすのと同じくらい丁寧でプロフェッショナルなのよ。それでもこの店は良くないと言えるの？このように大勢に攻撃されるとケルビンはますます不安になり緊張してきてしまう。彼女は声が震えるのを感じながら慌てて弁解した。注目を集めたいわけじゃないんです。ここの環境もサービスもとても素敵ですが、私が言いたいのは。分かったから黙ってくれ。食べたくないなら帰れよ。センスないわね。それでも調理師学校の生徒なの？嘘でしょ。言うだけなら誰でもできるでしょ。私も自分が生態調理師専門学校の出身だって言えるし、学校の先生や校長だとも言えるわよ。違います、嘘じゃありません。何度経験してもケルビンはこういう場面が苦手だ。主張するのをやめて彼らと同じ感想を言えば楽になるのではないかと思い始めた。しかし店員は彼女に迷う暇を与えず、ケルビンの言葉を遮る。お客様、高級デザートをもっと召し上がれば繊細な味の特徴が理解できるようになるはずです。もちろんもっと頻繁に味わう機会があればの話ですが、そして先ほどの会話の時間も食事時間の20分にカウントされますので、スピードアップしてくださいね。そう言うと店員は背を向け、ケルビンに後ろ姿だけを残して立ち去った。隣の客は笑っており、どのテーブルかわからないが、かわいそうで貧乏な子供とまで聞こえてくる。ケルビンは言葉にできないほどつらかった。何も悪いことはしていないのに、このかき氷は本当に調和が取れていない味だったのに。彼女は近くにいる人々を見るのをやめようと努め、下を向いて目の前のかき氷を一口ずつ食べた。この些細な出来事はそれほど長く人々の注意を引かず、すぐにパーラー中の関心を失った。今この店にはもっと注目を集める女性がいるからだ。そのグルメ評論家がかき氷を味わうと、すぐにスプーンがテーブルに触れる音がした。彼女は赤い唇を軽く開けて告げる。かき氷を作ったシェフは氷を作るというよりマジックをしているようですわね。その声は気だるげで深みがある。ケルビンが思わずそっと目を向けると、赤髪の女性は自分と同じかき氷を注文していた。店員ももちろんこの特別な客に非常に注目しており、笑顔で一歩前に出る。あまりにも美味しくて
マジックのように不思議で目を引くということでしょうか。赤髪の女性は店員の言葉に驚いたようで、髪を耳にかけ、しばらくしてからこう返した。もちろん、そうではありません。客には気づかれないと思って小細工を弄しているようですが、実際はほころびだらけ。このかき氷はいただけませんわ。酸味に足りていないものがあるだけではなく、少し濁った味もしますもの。もう結構です。味見はここまでにしましょう。店員はこわばった笑みで数秒気まずそうに立ち尽くしていたが、周りの客がひそひそと話し始め、こっそり動画まで撮っていることに気づいた。彼女は笑みを浮かべたままだったが、その目は全く笑っていない。お客様、わざと当店へ言いがかりをつけにいらっしゃったのでしょうか。酸味の問題はさておき、その濁った味というのは、当店のかき氷が欠点だらけと言われるなんて信じられません。どれだけの美食家が当店を褒めているかご存知でしょうか。あなたのような方なら分かってくださると思っていたのに。残念ながら、こんな中途半端な料理を楽しむことはできませんわ。この店に失望したのはかき氷だけではありませんのよ。こちらのサービスのせいで食事が試練のようでしたわ。このかき氷が20点だとしたら、あなたのひどい魂の匂いで減点してたった5点というところでしょう。赤髪の女性は相変わらず上品な微笑みで店員を見る。店員がまだ何かを言おうとしている間に、その女性はすでに代金をテーブルに置き、立ち上がって店を出ていった。ケルビンは突然起こり、あっという間に終わった騒動を呆然と見ていた。彼女は先ほどから感じていた味の不調和が酸味のおかしさだったのだと瞬時に気づかされた。酸味の中にかすかな濁りがあったせいで、かき氷全体の爽やかさが大きく損なわれていたのだ。ケルビンはずっと考えても答えを出せなかったが、あの女性はたった一口で鋭い評価を下した。20分はあっという間に過ぎ、ケルビンは店員が来る前に席を立とうと帰り支度を始める。立ち上がると、近くのいくつかのテーブルがすでに空いていることに気づいた。その中にはつい先ほどまで彼女を責めていた客も含まれている。ケルビンは少し戸惑った。そのテーブルの客たちは彼女より後に席に着いたのだ。食事を終えるのが随分と早い。私が食べるのが遅すぎたのかな。ケルビンは学校に戻ったが、よく考えてみるとやはりあのかき氷が気になった。温かい料理には口を出せないかもしれないが、ああいった低温の料理にはまだある程度の自信がある。普通の舌は冷やされるとすぐに未来の感度が落ちてしまう。しかしケルビンにその心配はなく、冷たいものほど繊細さを味わうことができる。これは普段熱い料理を作る際には災いとなっていたが、低温の料理を作る際には助けとなっていた。あのかき氷はあと少しで美味しくなるはずだ。かき氷全体の味を損なうあの不調和な味は一体どこから来るのか、彼女はとても気になった。ケルビンはあの店がネットで宣伝していた全ての食材を記録している。どの食材も最高の産地から調達されたもので、品質の良さをアピールするため店はフルーツや牛乳の品質と産地まで明記していた。生態調理師専門学校は一流の調理師学校のため、こうした特別な産地の食材も研究室に揃っている。ケルビンはすぐに全ての材料を見つけ、あのかき氷を作ることにした。かき氷もシロップも作り方は簡単で、低温の料理が好きなケルビンは昔から得意だった。しかし予想外にも、この日試作した味はなかなか美味しかった。実際のレシピはパーラーのものと異なるかもしれないが、このかき氷は甘みと酸味が織りなす爽やかな味だ。パーラーで味わった濁りはみじんも感じない。ケルビンはスプーンで一さじすくい、目を閉じて慎重に考える。あの日問題となったのは酸味であり、その主な出所はブルーベリーだった。彼女はふとあることを思いつき、研究室にある他の種類のブルーベリーをすべて取り出し、一つずつ試していった。案の定ブルーベリーが入れ替わっていた。品種か産地が別のものと入れ替わっている。それ以外の可能性はないだろう。異なる地域で生産された食材は土壌、水質、地形などによって風味に多少の違いが生じる。ブルーベリーのようなベリー類の場合、産地による風味の影響は大きい。そしてこのかき氷に使うと味が濁り、
爽やかさに欠けてしまう。ケルビンがブルーベリーが入れ替わっているという結論に達したのは、手元にあるブルーベリーを全て試食した後だった。しかしあの日店にいた赤髪の女性は一口食べただけで味の違いを指摘し、小細工や欠点を並べ立てていた。あの瞬間、彼女には全て分かっていたのだろう。すごすぎる。そのような味覚の鋭さはとても優れた才能であり、さらに数えきれないほどの美味を味わってきたということだ。ケルビンは嬉しそうに研究室から出て行き、濁りの謎を解いた後、その過程で得られた成果を注意深く記録した。彼女は今回の料理についてノートに感想を綴っていく。そしてこのかき氷事件も彼女にとっての小さな謎解きと同じように終わるだろうと思い、ノートを閉じた。